こんにちは、シーバードです。今回はスクワイヤーのスーパーソニックをレビューいたします。スーパーソニックお初です。めっちゃかっこいいっすね。ラメ。めっちゃめちゃラメラメな塗装になっております。かっこいい。軽い。非常にコンパクトでシャープな感じっすね。もともとね、90年代にね、リリースされてるものなんですけれども、あんまりね、本数は出てないですよね。これはね、2021年のクラフテッド・イン・チャイナとなっております。見るからにね、グランジという感じのね、カートがね、大好きそうな仕様になっております。まず特徴でいくと、フェンダーなんですけれども、ハムが2発乗っかっていて、このね、ハムの角度もね、リアが独特な感じになっております。シェイプ的にはどうなの？ジャズマスのなんか逆バージョンみたいな感じですかね。こんなちょっと小ぶりにしたジャズマスターのリバースみたいな感じですかね。ちょっとジャズマスをね小ぶりにしたような仕様になっております。この辺はねジャガーっぽい感じなんですけれども、まあ、トレモロになっております。ジャズマス、ジャガー、サイクロンのねなんかこうミックス版みたいな感じになってますね。でネックはショートスケールなんですよ。なのでその辺はねジャガー、ムスタング系で象徴的なのがこのねリバースのヘッドですよね。かっこいいデカめなリバースヘッド、これがね結構ね音にね影響を与えてるような感じがしましたよ。で裏ですね、ジョイントのプレートがね埋め込みになってます。いかがでしょう？かっこいいですね。ピン止めもここにねあります。ショートスケールで小ぶりでボディも軽くて、これねポプラらしいんですよね。でネックはメイプルなんですけれども、塗装はねなんかここ最近のって結構ねサテンが多いんですけれども、これはねサテンのフィニッシュではないです。ナットも若干細く感じるけど、あ、そうですね、40ないもんな、39ぐらいですかね。これいい感じのフィット感だと思います。生音いきましょうかね。うん、パリッとしてる感じですね。やっぱねこのねリバースヘッドの大きめなね こっからねずしんとした感じがね響いて音が出てるような、結構ねこれ違いますよこのリバース。以前チューブのね春畑さんのねモデルをレビューした時もリバースヘッドだったんですけれども、それよりもね影響力がねでかいから、多分ねこのねショートスケールだったりとかボディが軽いっていうのがねこのヘッドの特徴がさらに生かされているようなね感じはしますね。では早速鳴らしていきましょう。リアから、おお、割とねパワーはあるけどねカリッとしてる。うん、ミックス。2発のミックスなんで結構ね圧がある感じですね。フロント若干こもってる感じもするけど。歪ませたらね、いいのかな。多分ね、歪ませるようギターな感じですもんね。このね、斜めになっているリア。まあ、確かにね、ちょっとね、キーンってなりすぎない。気はしますね。でコーラスをかけて、ミックス。迫力あります。これはリバースヘッドのね特徴としてね、テンションはねムスタングとかよりもしっかりとある。ベロンベロンになりすぎない、その辺もね弾きやすさのね一つのポイントかもしれないですね。で歪ませます。パンオジのキックスクリーマーで。フロント。ありました。いかがでしょうか。まあ、小ぶりなんだけど結構ねワイルドな感じですよね。まあ、印象的にはですね、まあ、サイクロンにね一番近いかなというところです。サイクロンよりはもっとね暴れる印象、まあ、ボディが軽かったりねスケールが小さかったりするところのなんかこうスクリーミング感っていうのはこっちの方がねありますね。サイクロンの方がちょっと落ち着いてる、まあ、その辺のね特徴をこう生かした楽曲をできるとすごくマッチするんじゃないかなという風な感じのギターですね。これね1台置いといてもね家でねいい感じでね映えるかなというところですね。ちょっと欲しいなと思ってるんですけれども、まあ、現在千葉管楽器で販売中ですので、ぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。シーマートでした。